初代リッチモンド公の肖像画初代リッチモンド公爵、第四代レノックス公爵ジェームズ・スチュワートは、新京都革命期のスコットランド、イングランドの貴族。1624年に、父から、スコットランド貴族爵位レノックス公爵位を継承し、1641年には、イングランド貴族爵位リッチモンド公爵位に除された。1612年4月6日、スコットランド貴族の、 第3代レノックス公爵エズメ・スチュワートとその妻の第2代クリフトン女男爵キャサリン・クリフトンの長男として生まれる。1633年にガーター勲章を受勲し、スコットランドとイングランドの数密顧問館に列する。1637年には母からクリフトン男爵位を継承した。1640年から1642年にかけてご校長官を務めた。 1641年には王室家政長官に就任。1641年8月にイングランド貴族爵位のリッチモンド公爵に助せられた。この爵位は特別継承権で弟ジョージ・スチュアートにも継承が認められている。1642年8月の第一次イングランド内戦勃発直前から王党派とみられ長期議会を6ヶ月停会したらどうか提案した。 時に、庶民員の反対多数で否決され、旧社を議会派に荒らされ、馬をすべて引き出されたりした。内戦では、王党派として行動し、カンバーランド公、ルパートの数少ない味方として、彼を支える一方、1644年11月には、イングランド王チャールズ一世により、サウサンプトン伯爵、トマス・リズリーと共に、議会派とのは僕に応じる国王のメッセージを届ける。 使者として選ばれて12月にロンドンウェストミンスターに派遣され、1645年1月にアクスブリッジで行われた和睦交渉に施設団の団長として出席した。同年には皇太子評議会議長となる。ネイズビーの戦いにも参加した。ネイズビーの戦後はイングランドをさまようチャールズ一世に同行して7月にウェールズで滞在、ルパートから議会派との和睦を、 チャールズ一世に求める手紙を受け取っている。内戦には二人の弟ジョン・スチュワート卿とバーナード・スチュワート卿も応答派に従っていたが、それぞれ1644年3月29日のチェリトンの戦い、1645年9月24日のロートン・ヒースの戦いで戦死した。今は世紀の1655年3月30日に死去、4月18日に ロンドンウェストミンスター寺院に葬られた。爵位は、長男エズメ・スチュワートが継承した。1580年3月5日に、父の死により、以下の爵位を新規に与えられた。1637年8月21日に、母の死により、以下の爵位を継承した。1641年8月8日に、以下の爵位を新規に除せられた。初代バッキンガム公 ジョージ・ビリアーズの娘メアリーと結婚。彼女との間に以下の2子を設けた。ありがとうございます。